フローは私別に自分が入ってる時に勝手にカナダン入ってきてもいいよ。あ、え、僕もそう。ねえ、すごいね。全然いいよ。そんなところまで。いないものとして扱っていただいてよい。一生すごくない？うん、いいよね。全然いい。全然私がお風呂プーって使ってる時、早く上がったよ、私入れないじゃないとか多分ないよね。ない、ね、勝手に入ってきて勝手に上がればいいよ、うん、ない、多分もう時間がない時とか、ちょっとごめんとか言って隣でシャワー浴びてると思う。勝手に入れよ。そこはいいよ、全然いいよ、うん、全然入る時間とかで揉めない、だ揉めない揉めない、入ってたら入るもん。時間とか決める方が揉めるよね、多分ね。時間めんどくさいよね、そう考えたくない。自分がシャワー浴びて頭ワシャワシャって洗ってる時に後ろでガチャって聞こえたら、あ、カナタン来たなって思ってそう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 、シャワーやってなるだけ、うん、全然それオッケーだな。あと、うん、あー、なんかなんかある、あとあと、そうだな、え、あのさ、日常日用品みたいなのってあるじゃん、あの、うんうんうん、トイレットペーパーはあのお互いのでいいけど、ティッシュペーパーとか、うんうん、あのキッチンペーパーとか、なんかそういう細かいものとか、冷蔵庫に入ってるこのおやつはどっちが食べていいとか、そういうのはさ、もう適当でいいよね。知らないよ、適当でいいよ、別に。別にプリン食われたとかでも怒るな、私。自分が買ったプリン全部食われてもまた買うべって思うだけだもん。その辺は適当で、適当で、どの面よ、本当に。公共料金とかそういう電気代とかは二人で、例えば月、うん、月例えば一人5万円とか、ちょっと多めにね、あえて5万円とかをお互いの、うん、あのなんていうの、あのこう口座に貯金箱に入れていって、うん、うん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 、そんでもし、うん、あの例えば電気が壊れたとか、うんうん、お風呂が壊れたとか排水口が壊れたとか、うん、そういうとこあったら、うん、そこから取るんですよ。そうなの、ま、いやいやいや、僕もそれ言おうと思ってて、なんか一つ構造性を作って、そこにお互い決まった額を入れて、そう、毎月入れて、なんかあった時とか、あの絶対必要なものが壊れました時とかは全部そこから出すんですよ。そう、そしたら完全に折半だから、まあ折半だよね、お互い同じ金額しか払ってないですし、そう、それでもしね何も起こらなかったら、そこからねお二人で焼肉食いに行く。いや、分かる分かる。ねえ、貯金貯金いいね。貯金積み立てやで。最高。そうしよう。なあ、いいだぞ。こう管理費、そう、ある意味管理費だよね、管理費。共有財布。そう、そういうのいいと思う。そう、共有財布。いい。お互い一定のお金を入れて。うん。でもしそれで、あ、同居やめますってなった時は、それを半分にして、うん、ね、お互いに、そうそうそう、中に入ってる共用財布を、うん、1万2万円しか入ってなかったら2万円、うん、1万円ずつで分けるとかすればいい、うん、そうそうそう、揉めない揉めない、完璧だろ。あ、インターフォン対応だって、インターフォン対応、開いてるやつでいいんじゃないの、気づいたやつで。そうだね、別に出なくてもいいですしね。あ、そうそうそう、お互い忙しかったらいいよ、ね、お互い忙しくてなんかめんどくせえなと思ったら、しかとこいてもいいと思いますし、じゃあ自由で、荷物とか届く予定があるんでしたら、うん、その届くアマゾンで頼んだやつが玄関出ればいいですしね、うん、あの宅配その時暇だったら私も出ますしね、ボックス必要だ、自由だね、宅配ボックス、うん、宅配ボックス、あの家の前で自作するだ私。あ、いいじゃん、ちょっとそれ宅配ボックスを作ろう、で置いといて、作れる作れる、それならいけるわ、うん、あ、じゃあそれで、余裕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 